一つ目、老婆人縁村殺人事件。はい、こちらの事件はですね、中国で発生してるんですが、その残虐さ、そして異常性ゆえ迷宮入りになってるというね、ちょっと変わった事件です。まず事の始まりがですね、2016年、中国の SNS サイトにてとある投稿がされます。その内容というのが、2016年に河北省にある老婆人縁村という場所で起きたとある事件について書かれた内容だったんですけど、ちょっとここから内容がかなり過激なんで、苦手な方は聞かない方がいいかもしれないです。で、その投稿内容を見ていくと、妻の浮気に激怒した夫が妻を殺害、その後ですね、全身の皮膚を全て剥がして解体、心臓や他の体の部分を鍋にして食べたという事件ですね。投稿はこう続きます。鍋にして食べなかった体のパーツに関しては、動物の肉と偽って近所の住民に配ったとのこと。その後ですね、随分の間妻の姿が見られないことを不審に思った近所の住民が警察に通報、事件が明るみになったというものなんですけど、これが話題になった時に、複数のメディアがこの事件について調べようというふうになったんですよ。当時の裁判記録とかを調べたところですね、この投稿者が言うように、この場所にて夫が妻を殺害するという事件が実際に起きていたことが判明します。その上ですね、ここめっちゃ怖いんですけど、この事件に関しての情報っていうのが全て非公開になっていたんですよ。とあるメディアによると、この事件が発生したこの老婆市の公安局にこの事件についての取材をしたところですね、夫が妻を殺したという事件はあったんですけど、詳しい内容を話すことができないということで、詳細を一切教えてもらうことができませんでした。かなり怪しくなってきましたよね。っていうのもね、そもそもこの中国には社会に大きな影響があるって思われる事件に関しては、捜査内容とかが全て非公開になるという傾向があるみたいなんですよ。なのでネット上では、犯人はおそらくちょっと権力があったり、日本でもね、言葉流行ってますけど、上級国民だったんじゃないのかっていう見解が多いようですね。2つ目、32年間に及ぶ誘拐。西安にて32年間誘拐されていた男が両親と再会したっていうニュースがありました。実はこの男性は2歳の頃に父親と保育園から帰宅する途中に誘拐、ずっと行方不明になっていたんですね。その間、両親は合計10万枚ほどのチラシを配って捜索願いを出したり、ベイビーカムバックホームというね、行方不明の子供を探す親を支援する、このボランティア団体があるんですけど、そこで活動していたりしたんですね。そして32年前に養子を迎え入れた1000キロほど離れたところに住んでるある男性に関する情報提供がありました。そして警察の捜査が入り、 DNA 鑑定の結果、32年前に誘拐された息子ということが判明したんですね。ただこうやって誘拐された子供が戻ってくるケース、これごくわずかで稀なケースなんですよ。中には未だに犯人の意図や事件の詳細すら謎に包まれてる誘拐事件なんかも存在しています。3つ目、奨学金事件。こちら2019年ですね、中国の雄安県というところで発生した事件です。この事件は見知らぬ男女2人が10歳の少女を連れ去った後自殺したというものなんですけど、被害に遭ったこの奨学金という女の子は、両親が出稼ぎに出ていたんで、果物店を営む祖父母と暮らしていたんですね。そして2019年の6月頃、江東省の華州市というところから来た男女2人組がこの果物店の隣のホテルにチェックインするんですよ。この男女っていうのが長期でホテル暮らしをする予定だったそうで、次第にね、この周辺の近所の方たちと仲良くなって、この果物店、そしてこの奨学金とよくおしゃべりをするようになりました。そんなある日、男女はホテルの宿泊料金が高いということで、この祖父母の家に1ヶ月間約8000円で済ませてくれないかとお願いするんですよ。それを彼らは了承。その日から祖父母、そして奨学金、謎の男女の共同生活が始まりました。そして生活を共にし始めて4日目の7月2日、男女は突然ですね、あさって上海で友人の結婚式があり、フラワーガールとして奨学金を連れて行きたいと申し出ます。その時ちょうどね、出稼ぎから一時的に帰ってきていた父がいたんですけど、これは猛反対します。しかしこの祖父母がね、いや、この人は信頼できるからということで、3日後には戻るという約束のもと、上海まで同行することになりました。しかしその後、奨学金とこの男女2人が祖父母の元に帰ることはありませんでした。約束の日に2人から連絡が来て、列車の切符が買えないのでちょっと遅れると連絡が来ます。しかしその日になっても、あ、ちょっとまた列車の切符が買えなかったから7日にタクシーで帰ると連絡が来ます。心配になった父親がこの男女に電話したら、今寧波市にいるからちょっと戻れませんと言われるんですよ。で、これ地図をね、見てもらったら分かるんですけど、この寧波市っていうのが上海から戻る道のりからかなり外れたところにあるんですよ。そして同日の夜、父親は再度男たちに電話して、今夜中に戻らなければ警察に通報すると言います。すると男女はそれ以降連絡は一切返ってきませんでした。そして次の日の早朝、なんとこの謎の男女2人の遺体が見つかります。そして5日後、海に浮かぶ奨学金の溺死した遺体というのが発見されます。後の捜査でいろんな不可解なことが分かってくるんです。まず監視カメラの映像から、この奨学金ちゃんが確認できた最後の映像が、この子の遺体が見つかった付近へ向かう姿、そしてもう一つ、この男女の遺体が発見された日の夜中ですね、この2人が手をつないで湖へと身を投げるという映像が発見されます。この犯人男性の SNS 上に、とある民間信仰に関する書き込みがあったそうで、この信仰には廃陰婚という風習がありまして、その内容が、少女を生贄に捧げた後、2人が死ぬことで来世で幸せになれるという風な言い伝えがあるそうなんですよ。これじゃないのかって言われてるんですけど、未だに原因が分かってないんですね。